はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はライジン大晦日久保優太 vs 柴田の試合です。この試合は3分2ラウンド90キロの契約です。久保優太選手はナチュラルで75キロぐらい、柴田選手はナチュラルで95キロぐらいの選手です。柴田は今回少し減量し、おそらく試合時には90キロ以上ある20キロ近い体重差が試合でしょう。しかし久保優太選手は K1 元王者で、おしゃべりクソ野郎コージとは違って段違いに強い K1 王者です。今回 MMA は初心者ながら打撃の強い久保優太選手、そして90キロ以上ある MMA ファイターの柴田選手の戦いです。事前の予想ではかなり割れていました。さすがに久保選手が勝つだろうという選手もいれば、体重差20キロはあまりにも大きすぎるので柴田が一本勝ちするという展開でした。僕自身はドローではないかと思っていました。そして入場から圧巻でした。入場は空気を読まないサラちゃんが生歌で歌ってました。しかも久保優太の妻というテロップでかなり寒い状況でした。そして発音の悪い英語のラップみたいなものを歌いながら、貧乏版小林幸子のようないでたちで入場してきました。そして柴田はなんとなんと光やひらひら三重師ヒロヤなどを引き連れ、しかもサラちゃんに対抗し生歌で入場してきました。この時点で入場では柴田の圧勝でした。そして試合が始まります。試合が始まるとなんと柴田選手は自分のコーナーから一切動かずに棒立ちの状態でした。そして今日疲れた久保優太選手ですが、普通にローキックを見舞いました。そこから柴田選手はいつも通りプロレスラーとしてロープワークをするフェイントをかけ、時間をできるだけ使うようにしていました。そしてそこから片膝をついたリックフレアがタイガーステップなどでできるだけ時間を過ごそうとしていました。無駄な時間を使ってどんどん動いてきました。そこに容赦ない冷徹なローキック、アウトロー、インロー、ミドルを久保優太選手は打っていきました。しかしおそらく久保優太選手は思いっきり打ってなかったと思います。で、柴田選手は実は冷静にカットをしたり防御をしていました。で、久保優太選手が距離感がつかめてきたところでパンチも入れてきました。それも柴田選手は一切自分からは攻撃せずにガードを上げて実はガードしていました。そう思った瞬間、いきなりカウンターで柴田選手の右ストレートが久保優太選手に入ります。そして久保優太選手は思いっきり吹っ飛びダウンをしてしまいます。ダメージはそこまでなかったのか、すぐ立ち上がりました。そこから柴田選手は詰め、久保選手を首相撲の段階でアッパーやフックを打ち込んでいき、そこからいきなり飛び突き腕十字を決め、普通ならばなかなか決まる技ではないのですが、MMA 初心者の久保優太選手にまともに入ってしまい、そのまま TKO 一本勝ちです。まさかまさかの柴田選手が秒殺一本勝ちしました。これで K1 王者、そして K1 の株はダダ下がりで、 YouTuber 柴田選手の株はダダ上がりでしょう。次からはもうサラちゃんは呼ばれないかもしれません。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。